怖いので、ちょっともう消しま、消し、うん、消してーなー。え、何が怖い？嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。年でホラーナイトじゃん、言い方が右バリアン、バリアン、そう、バリアン。本日はですね、初めてやっていく企画でございます。何ですか？検索してはいけないワードシリーズ。おお、都市伝説か、検索してはいけないワードシリーズかもよくわからんけどね。確かに混同しちゃってますけども。いっぱいあるからね、検索したいワードね。いっぱいあるわけです。まあよく聞くよね。とりあえず僕が何選か、ピックアップしてきました。絶対怖いやー。検索してはいけないワード5選。おお、ね、これは何、順次でいくの？これはワードでも俺なんかまずいこと言った。どういうこと？セギガー順次が、セギガー順次高田さん、どういうこと？どういうこと？正義の顔からの作品に描かれたアフターストーリーや構成された時のお話、いろんな内容まで深く掘り下げていこうと思う。なるほど、ただ単に紹介するコンテンツじゃないのね。まずこちらの映像をご覧ください。あ、映像なんだ。じゃ、これウォーリーをね、探してください。ウォーリー探せ、ウォーリー、え、探せばいいんですか？当てて当てて当てて。はい、ここ。それ違う、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 それ女。これだ、長い、めっちゃ長いもん、体しましまよね。あ、これじゃね。え、どれ。ヒント、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 右上、右上。うわぁぁ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 、やばいから、ガチやばい。特にウォーリーを探さないで、まあこれジャブ程度で、うん、これジャブなんかい。そう、みんなのあのちょっとビビらせるためのね、恐怖度を上げるためにまあ用意したんですよ。いきなりこれか。一連の流れができてるこれね、知らない人のためにも言っておきますけど、一応ウォーリーっていうのは囚人をもとに作られていると。服装もなんかちょっとね。そう、海外の囚人が脱走したみたいになって、なんか逃げた犯人を探すためにこれ本当は初めて。ああ、そういうこと。それを元に見たい。あ、そういうこと。そうですね、やったらこれなんか別に面白くなくない？ウォーリーを探せて。なんでこんな流行るのって話。続いて、生きたメキシコという話。生きたメキシコね。ある大きな麻薬組織がありまして、こちらがお金がすごい動いてますので、実際何でもし放題みたいな状態になったわけですよ。そこで、自分たちからして邪魔なやつとか、気に食わないやつをもう、めちゃくちゃな殺害の仕方をして、それを動画に。それの隠語みたいな感じなんですよ。ちょっと画像を見せるんですけど、マジで怖いわ、怖いわ。画像としては結構グロテスクな部分なんで、モザイクはしておきますけど、気分を害しそうな方はスキップしてください。うわー、怖っ。生きたメキシコ、こちらです。うわ、手がない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 、モザイク。やばいやばいやばい、ないでしょ、手がない。え、これ調べたら出てくんの？こんなそういうのはね、結構あるんだよね。うわぁ、これやばい、これやばい、きついわ。うわ、それはきつい、きつい。これ皮剥がされてる。皮剥がされてる。えぐい、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 マジでえぐい。骨ももうね、ボコボコに殴られて歪んでるわけです。うわ、やめましょう。やめよう、やめよう、スキップしましょう。これやばい、これやばい。ギャンモザでいきましょう。興味がある方だけ検索してください。これは怖いもの見たい人は、そうだね、ここから見せることはできません。三つ目ですかね。世界一怖い〇〇。ここが一番大事なの。え、仮面。え、なんだね、これ。顔、え、え、顔、顔、人の仮面。え、え、顔、結構リアルな。でも血管みたいなのある。ある、ある。え、やばいじゃん。バーベキューしとる。え、手でかくね。やば、普通にガチモンのやつじゃないの。こちらもあります。うわー、やだ、これ殺人者やもん。やだ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 。世界一怖い、何これ。なんと世界一パンなんです。え、パン、パン。美大出身の美術家の方が父親の死をきっかけに、死っていうのは意外と身近なものなんだなと、はいはいはい、悟りを開きまして、ほう、それをいろんな人に分からせようということで、実家がパン屋だったこともあり、これを作り出したと。他に方法なかったかね。性格悪すぎだよ。いや、別に否定するわけじゃないけど、食欲なくなるよね。まあそういうインスピレーションを受けて、まあ作った作品なんだけど、すごいね。でもやっぱ味がしっかりしてるのよ。プラス
まあ、破壊力すごいじゃん、うん、すごいよね、確かにね。破壊力がすごいってことは、まあ、爪痕が残ると、爪痕が残るということはみんなの記憶に残りやすい、イコールバズりやすい、あーということで、もうこれめちゃくちゃ有名な観光の商品になっている。あ、そうなの。いやすごいね。だからこれはあの絶対黒いものじゃないので、まあまあまあ、まあ、見れます。まあそうだね。友達にこれバッて見せて、うーってなって、なんでよって。小学生の時やったら見ている若い皆さんはやってください。続いて4つ目、私はもうお嫁に行けます。あー、なんか俺想像ついちゃったかもな。画像見てもらいます。うわ、全然思ってたの。全然違う。やばいじゃん。まあ一説によると、うん、精神病末期の患者さん死ぬ間際に作った作品。うわー、そういう系か。これよ、何？何？こうやって撮るところ。絶対カメラ見ればわかる。俺やってないよ。絶対カメラ見ればわかる。俺やってないよ。絶対カメラ見ればわかる。俺やってないよ。やだ、俺それ見返したくないわ。何それ。怖いなんだけどね。お前かよ。バカすぎて変な方向行くから。面白いな。よかった。ざけんな。自分のことを書いたのかな。わかんないけど、もう頭がぐちゃぐちゃになってたね。いやって言われてますけど、実はこれはなんかデマみたいで、あ、一応画家さんの作品らしい。でも怖いよ。でもそのストーリーまでもが闇なんですよね。こちらの絵なんですけど、竹島優子さんという女性の作品、男性に当時付きまとわれてました、はい、ストーカー行為みたいな、はい、で島にはね、強姦未遂まで受けたと。そのもそれで精神が参っていて、その状態で自分を奮起させて、まあ、そういう社会よろしくないと立ち向かうために、こんなことするなという思いを込めてこれを絵に描いた。うわの自分の状態といいますか、立島さんの作品まだいろいろと怨念詰まっています。あ、いろいろな。うわ、なにこれ。普通のメンタルじゃないね。なんかすごい絵だね、なんか、うん、かっこいい、うん、かっこいい。あ、これはやばい。かっこいいんだけど闇は深い。いや、そうね、これやばいよ、これは。続いての作品なんですけど、はい、続いてアステカの祭壇、はい、先に一個だけ言っときます、はいはい、おそらく世界で一番ガチで検索しちゃいけない、見てはいけない画像です。え、いい画像。そんな世界一見たら呪われるという。じゃあ見るよ、そういうのは違うと思う。そういうのは違うと思う。そういうのは行きます。何これ。え、何これ。普通なんかね、なんか RPG の神秘的な城みたいな。これ何。変な幽霊がいる。幽霊がいる。女が2人いる。え、ということで、なんでだから、これ何がダメ。ちょっと怖いので、ちょっともう消しま…消してぇな。え、何が怖い。今、もやもやっとしたものたくさんありました。なんか赤い影みたいな。あれ、もうありえないレベルの数、そして強さの怨念なんですよ。赤いモヤモヤが、それがもうすべて画面を追い尽くすぐらいもう出てる、この写真。あれ全部が全部怨念。これ全部怨念。これ絵じゃないの。これ、あの実はアンビリーバボーっていう、うん、わかるわかる、番組の心霊写真特集で紹介されたんですけれども、視聴者ではなく、いろんな霊能者から、なんてものを放送してくれたんだっていう苦情が相当寄せられた、超曰く付きの一部。もう本当に怨念が強すぎて、本当に出しちゃいけないということで、もうめちゃくちゃ霊能者に怒られたっていう。で、この写真が何かの生贄に使われたらしいんですよ。写真が使われたのか、生贄に使われたものの写真なのかわからないですけれども、ね、プラスこれお祓いをしないまま番組で出したんです。だからもう呪われ方がやばい。なんとこの1枚、心霊特番が明らかに少なくなった原因と言われている。やばい、マジで半端じゃないです。でも思うでしょ、自分たちが子供の頃と比べて今全然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 それの理由と言われてるんです。あ、そうなの。やばいな、やばいな、これは。以上5つが、関川淳二の検索しちゃいけないワード5選でした。いやー、いやー、興味深かったね。やっぱおもろいわ、怖い系は。それにしてもでも怖いなー。あー、もういいじゃん、ここできた。やばいよ、もう結構な感じでやらないと求めなくなってる。やらなくなっちゃった。まあ、というわけですけれども、最近関川シリーズちょっと高評価ちゃんと多くいただきました。おー、早くやれよっていう。
そうだね、皆様の意見が多く来ていますので、この動画も高評価 1.5 万超えましたら、早めに今度シリーズ2個目やっていきます。いや、やりましょう。ということでね、これが理由だと言われているほど、要するに今のテレビ番組、皆さんも気づいている通り心霊番組が少ないです。少ない、少ない。さあ、そこで皆さんどうしましょう。ゾッとしたい方、ホリスティスタジオを見るしかない。ないです、ないです、これなんです。この番組ではちゃんと、もういろんな怖いデトックすることいろいろやっていますので、やりましょう。怖いもの好きの方、皆さんぜひチャンネル登録がよろしくお願いします。お願いします。それでは次の、おい